WBC 日本代表選考メンバー13名選ばれていたんですけれども、ついにメンバー全員30名が決定しました。今回のメンバーは歴代でも最強クラスなんじゃないかといったような声も上がっています。メンバーの紹介、最強オーダー、そして主な選考漏れ選手など見ていきましょう。今回の WBC のメンバーについてデイリーさんの記事一部引用させていただきます。3月に開催される WBC へ出場する日本代表侍ジャパンの全メンバーが判明。3大会ぶりの世界一へ、史上最強とも称される侍メンバー30選手の陣容が固まった。メジャーリーガーや主力選手はもちろん、フレッシュな選手も名を連ねたということです。今回のメンバーの中には意外な選手、若い選手、この選手が選ばれたんだっていう選手もおりまして、これから紹介していきたいと思います。まずは投手陣から紹介していきます。まずは先発投手陣から見ていきましょう。エンゼルス二刀流の大谷翔平投手、メジャーリーガーのダルビッシュ有投手、そして読売ジャイアンツの戸郷翔征投手、千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希投手、そしてオリックスバファローズの山本由伸投手、 DeNA ベイスターズの今永投手、そしてオリックスバファローズ宮城投手、ヤクルトスワローズの高橋投手、そして中日ドラゴンズ高橋宏斗投手ですね。そして日本ハムファイターズの伊藤大海投手、これらが先発投手として選ばれた投手です。まあ、ただ今回先発投手の選考がかなり多いので、まあ、おそらく伊藤投手とかは中継ぎに回る可能性っていうのも十分あるのかなというふうに考えております。続いて中継ぎ抑えのメンバー見ていきたいと思います。中継ぎ抑えの投手陣です。松井裕樹投手、東北楽天ゴールデンイーグルス、そしてカープの栗林投手、阪神タイガース大ブレイクした湯浅投手、そして読売ジャイアンツ新人を取った大勢投手、そしてオリックスバファローズで中盤から終盤にかけてですかね、大ブレイクした宇田川投手と、割とそうですね、プロ経験が浅い投手がかなり多いですね。松井投手以外は、結構プロ入り1年目2年目3年目とか、あとはブレイクしてまだ年数が経っていないとか、そういったピッチャーが多くなっています。特に宇田川選手は最も知名度が低いと思うんですけれども、2022年は19試合しか投げていません。ただ22/3イニングで防御率が 0.18 と、ストレートもものすごく速くかなり話題になりました。奪三振率はなんと 12.9 と、ただフォアボール率が 4.84 というところで、まだ若さであったり経験不足というところはありますから、少しその部分は心配なところはあるかなと思います。続いて捕手の選考メンバー見ていきましょう。キャッチャーはこの3名が選ばれています。ソフトバンクホークスの甲斐拓也捕手、そしてヤクルトスワローズの中村悠平捕手、そして読売ジャイアンツの大城卓三捕手と、この3人が選ばれています。2022年の成績見てみますと、甲斐選手が130試合の出場、打率が1割8分、ホームランが1本、 OPS0.498、 盗塁阻止率が3割4分3厘と、守備で高く評価される選手なんですけれども、2022年バッティングの方はかなり厳しい成績になっています。続いて中村選手、86試合の出場、2割6分3厘、ホームランが5本、 OPS が0.695、盗塁阻止率が3割6分4厘ということで、今回選ばれたメンバーの中では阻止率最も高いですね。セリーグトップの数値です。そして大城選手が115試合の出場、2割6分6厘のホームランが13本、 OPS0.755、 阻止率が3割4分9厘、バッティングの面で見ますと大城選手が圧倒的にいい成績が残っているという3人になりました。続いて内野手の選考メンバー見ていきましょう。今回選ばれた内野手のメンバーはこの選手たちです。西武ライオンズのショート源田選手、 DeNA ベイスターズ牧選手、ヤクルトスワローズの村上選手と山田哲人選手、そして西武ライオンズ山川選手、ダイソーでの起用も予想されるソフトバンクホークスの周東選手、そして阪神タイガースの中野選手と読売ジャイアンツ岡本選手と、これらのメンバーが内野手選ばれています。今回のメンバー見てみますと、以前はファーストがかなり少なくてショートがものすごく多いとか、そういった選考の仕方もあったんですけれども、今回はファーストは例えば村上選手も山川選手も岡本選手も守れたり、そしてショートは源田選手と中野選手が守れて、セカンドは山田選手、牧選手、そして源田選手とか中野選手もセカンドは守ることができると、こういったメンバーが組まれているので、全体的に内野のバランスかなりいいかなという印象でございます。続いて外野手のメンバー見ていきましょう。続いて外野手のメンバー見ていきましょう。近藤健介選手、打率3割2厘、ホームランが8本、 OPS0.879、
そして日系アメリカ人のメジャーリーガーヌートバー選手、打率2割2分8厘と打率は高くないんですけれども、ホームランが14本出ていて出塁率がものすごく高いというところで OPS も 0.788 残っています。そしてカブスの鈴木誠也選手、2割6分2厘のホームランが14本、 OPS 0.770 ということで、 OPS という数値で見ますとヌートバー選手の方が鈴木誠也選手を上回るということで、もしヌートバー選手が NPB でプレーすればトップクラスの成績を残す、それだけの能力がある選手で今回は選考されています。そして吉田正尚選手、3割3分5厘、ホームランが21本、 OPS が1を超えていると。吉田選手は特に厳しい環境にこれからメジャーリーグに移籍するというようなところで WBC 出場してくれたっていうのはものすごく嬉しいですし、心強いなと思っております。では今回のメンバーの中で思わぬ選考漏れであったり辞退の選手を見ていきましょう。今回の主な選考漏れ選手、そして辞退を表明した選手見ていきましょう。楽天イーグルスの田中将大投手、そしてカープの森下投手、そして西武ライオンズ平投手、西武ライオンズからオリックスに移籍した森友哉選手、そして菊池涼介選手、読売ジャイアンツの坂本選手、そして阪神タイガース近本選手、ソフトバンクの柳田選手、そしてヤクルトの塩見選手と、今回は外野手が4人しか選ばれていないということで、近本選手であったり柳田選手、塩見選手、このあたりの選手がもう一人選ばれるんじゃないかというような話もあったんですけど、柳田選手は辞退、近本選手と塩見選手は選考漏れということになりました。そしてセカンドも常連の菊池選手選ばれていないというところであったり、平選手が先発転向で今回は出場なしと、あとは森選手もキャッチャーとして新しいチームのピッチャーと連携するというところで辞退ということになっています。それでは今回のメンバーで日本代表の予想オーダー見ていきましょう。今回選ばれたメンバーの中から WBC の予想オーダー決めていきたいと思います。かなり強い打線が組めそうです。1番セカンドに山田哲人選手、2番指名打者に大谷翔平選手、そして3番ライトに鈴木誠也選手、4番サード村上選手、5番レフトに吉田正尚選手、そして6番センターにヌートバー選手、7番ファーストに牧選手、山川選手、岡本選手の誰かが入ると、そして8番ショートに源田選手で、9番キャッチャーは甲斐選手、中村選手、大城選手の中からピッチャーの相性がいい選手と、こういったメンバーが組めそうです。大谷選手が指名打者で入るんですけれども、休養とかそういったところもあれば、山川選手、牧選手、岡本選手、これらの中から指名打者入れることもできますし、全体的に厚い選手層なのかなと。牧選手セカンドも守れますけれども、打線の流れであったり、あとは守備力っていうところを考えると、山田選手がセカンドで上位打線に入るっていうのが通常の考え方なのかなと思います。 WBC かなり楽しみになってきたと思います。では以上です。